おはにちわんばんこ、田中坊です。この動画は僕的なオアシスを発見した感じの場所で撮影した動画です。撮影した場所は初めてここもやってきたんですけども、こんな都会のど真ん中なんですが、すごく静かで落ち着いた場所で、寂しい時や悲しい時とか、まあ別にそうじゃない時とかもここにやってきてぼーっとする場所に最適やなと思えた場所でした。これ撮影しながら今スカイビルからずっと梅田方面、これ梅北のグランフロントの高層ビルをゆっくりと回しながら撮っています。この線路を挟んで、ここは多分電車のその本線とかじゃなくって支線って言うんかな、もうちょっと言い方はわからないんですけども、サンダーバードこんなしょっちゅう最大電車が走る場所ではないんですけども、こうやってたまに電車がスーッと通っていくような、何線こういうのなんていうんか、ちょっと専門、あ、これ今高層、スカイビルのに映るグランフロントの高層ビルを映しながらスカイビルを撮影しているところです。話が前後するんですけども、いつもおはにちわんばんことか言っていますが、これはあられちゃんのおはこんばんちわのからの引用と、昔YouTube、 もうすごく昔なんですけど、YouTuber、 あれは今で言う多分 YouTuber やったと思うんですけども、コトリッチっていう女の人が、おはようございます、こんにちは、こんばんは、いつ誰がどこで見ているかわからないのでなんたらみたいな感じで喋っておられたのを引用しています。それがおはにちわんばんこになっています。なんか改めて説明を入れようと思いました。んでこれはまた同じ、もうすいません、僕は高層ビルを撮るとき何度も何度も同じ風景をこう自分で見直しても結局同じやなと思うんですけど、アングルちょっと変わっただけでアングルが、その僕にはこのビルの見え方がこう変わっているので、ほぼ同じに見えるんですけども、僕的にはあ、こことここのビル、この角度から撮ると、 あそこのちょっと遠くの方にあるビルが被って見えないとか、そういうことをなんかいろいろ思いながら見ているので、なんか回送電車やったと思うんですけど、走ってきて、この回送電車急に止まります。駅でもないところで止まって、何するんかなこの電車。なぜずっと長い間止まっていました。止まります。止まったかな。これ。この梅田のハービス大阪とか見えてるんですけども、ヒルトンの高層ビルも見えて、またこれまた元に戻って、これあれスカイ、梅田スカイビルのに映るグランフロントの高層ビルを映しています。ほんでまあ僕の定番なんですけど、このビルを下からウィーンって上の方にこう持ち上げるように見るのが好きで、
いつもこの撮影の仕方しかできないです。もうちょっと斬新な撮り方あるかもしれないんですけども、スカイビルなんか今真ん中ぐらいに口が開いとるように見えたんですけど、改めて見るとなんかこうスカイビルとかにあんな口が開いてるのも僕は知らなかったです。もうこれさっきも見ましたよね。すいません、もうくどいんですけど、さっきもう一回見ています。これどころじゃなくて、もう同じような撮影何回も何回もあって、これでも激戦して選んでこれなんで、もうほんま同じことの繰り返しですね、これは。そしてこれはこの僕の落ち着く場所って言いましたが、このなんか、これはアートと言っていいんですか、なんかよくわからないんですけど、なんかでもこれを一発で描けるったらすごいことやとはもちろん思います。これナッカさんが描いたらどうなるんかな、ここにこれ朽ち果てた感じを撮っています。朽ち果てたって言うて、これ多分もしかしてなんか人の家とかではない思うんですけど、勝手に人のあれ撮って朽ち果てたなんて言ったらすいません。なんかでもあの錆びついて落ちそうな階段やったんで、こうなんかもうかっこいいなぁ思って、年季が入ってるなぁと思いました。ちょっと勇気を出してあの階段を登りたくなったんですが、これ人の建物なんでそれはダメなことです。ここまだ電車はるかやと思います。関空とかに行く、京都から関空とかを結んでいる、はるか号でキティちゃんのペイントが乗っています。またこれ高層ビルグランフロント、もう自分で写してこれアフレコ入れていますけど、いやもうこれは確かに自分で見てもいいけど、何回も何回も同じ風景なんで、これまた同じや。どうしようこれ。もうこれはやっぱりもうカットした方がいいですね。同じですね、何度見ても。なんか自分であれなのかな。お、なんか走っとるな。え？あ、これなんやろ。電車ですね。これは。ライチョウなんかな、すいません、ちょっと定かじゃなかったです。あ、黒潮や、多分黒潮やと思います。そう、多分電車を撮りたいというか、同じ動画に見えるんですけど、せやこれ電車が撮れていたんで、またこのシーンを使ったんやと思います。で、また、これは、そうやんな、これ編集して、こういう場所も、なんとなくなるやつは消さなダメですね、これ。改めて自分で写して、アフレコ入れているときにそういうことを気づきます。これは、なんか、スター・ウォーズとか、なんかウォーズマンに見えるこの車のバンの多分後ろ姿なんですけど、これもなんか看板とか貼り付けたるこの扉ドア、後ろのドアっていうんですかね、なんか良きでした。そしてこれが今から、あ、ちょっとここはあえてのスロー再生にしたんですけども、はるかがキティちゃんのペイントのやつがしっかり見えるように、スロー再生にしてみましたって自
気持ち悪いですね。はい、キティちゃんペイントのこれを見てほしいので、ちょっとスロー再生にしています。プシュかっこいい。すいません、これで動画は終わりのはずです。ご視聴ありがとうございました。